ladies and gentlemen, crawling, Brian Evans, Brian Clark! さあ、パリのいかつい男が姿を現しました。ブライアン・アダムス、ブライアン・クラークというブライアンの2人が入ってまいります。ユニット名がクロニック。ただ、この2人は実力あるんですよね、はい、実力ありますね、あのシングルでも、かつての WWF、はい、現 WWE ですね、そして WCW、はい、両メジャーを制覇してますね。そうなんですよ。そしてタッグとしては WCW 世界タッグを取ってます、さらに武道から昨年世界タッグ選手権を取って、そうなんですよ、不敗のままベルト返上してますよね、なるほど、そういったもうタッグのスペシャリスト、クロニック、ブライアン・アダムスとブライアン・クラーク、対戦する武藤も因縁の相手ということになります。2人が肩を並べて入場してまいります。サーザンさん、うん、どんなこれ戦い方見せるんですかね。やっぱりタッグの、ね、素晴らしさというのはね、あの今見たけども本当にムードがあるよ、うん、でまあ要するに一つ欲しいというかね、確かにムードがあります。ムードがあるというのは実力があるということだわ。なるほど。さあ今お客さんにアピールをしますが、タッグになると強いという2人です。落ち着いた雰囲気がいいね、すごく。ミスターファンタジー、夢のタッグ、ゴールドバーグとのタッグは果たしてなるんでしょうか。プロレスラブ武藤敬司、アメリカマット界の超スーパースター、ビル・ゴールドバーグ。前回大会当日に来日、空港から会場入りし試合を行った。再びレッスルワンへの出場が決定。来日直前のゴールドバーグに取材を試みた。 Who's next? Looks like you are. I'm Goldberg. Welcome to my home. You wanna be next? Come to the Tokyo Dome. Watch me for Wrestle One. しかし、我々が取材を終えた2日後、現地でゴールドバーグとの音信が途絶えた。
主催者側も一切連絡が取れないという事実が判明。さらに本人は自分の対戦カードを知らない状態だという。新聞市場でも失踪が話題になるほどの緊急事態。一体どこへ消えたんだゴルドバーグ。あ、実況席にライトが当たりました。いや、どこへ消えたんだゴルドバーグと言われましても、ターダンさん、はい、困りますね、こちらとしても。いや、僕も困るよ、いや、もうね、リング上にはクロニックとそして武藤選手は上がってるわけですから、うん、これどういう状、武藤さんもこれ分からないといった表情を今見せていましたが、今現在こちらにも何の情報も入って、おっと、これは、あ、ゴールドバーグですね。今水道橋駅と見えました。水道橋、あ、JR で来たんですか。す、ね、あ、電車に乗って、電車に乗って、やっぱり日本に来てましたね。日本に来てくれていました。え、今歩いてるわけですか。これ今生の映像ですよね。今ね、これ生です。生放送、生映像です。 JR で来たわけですか。 JR で来たんですね。それが一番早い手段だったんですかね。そうですね、成田からですかね。JR を使ってゴールドバーグが水道橋から今ゆっくりと橋を渡ります。 あの橋を渡ったり、あの橋です ね、 光景ですね。ゴールドバーグも我々と同じ橋を渡ってくれるわけですよね。我々がいつも歩く橋ですよ ね、 そ う、 ですね。そうしますと皆さんも大体あと何分ぐらいで着くかというのは分かるわけですね。いや、しかし、あ、東京ドーム、そうです、そうです。そうです、そうです、ここ入るんです。関係者入り口、もうすぐ、そうです、パスがないですね、パスがないですけど大丈夫ですかね。間違えて、あの後楽園ホールなんか行かないようにね、そうですね、ほしいですね。ボクシングをやってますが、後楽園ホールは、はい、レッスルワンは東京ドームです。今、あ、ちゃんと関係者入り口に入ってきます。前回は遅刻騒動がありました。今回は失踪騒動がありました。しかし前回も今回もしっかりとこの試合時間には間に合わせてくれそうです。クロニックも待ちます。そして武藤圭司も待ちます。さあ、これで金田さん、しかし日米のもうゴールドタッグが実現するわけですね。ただね、2人のミーティングがゼロなわけじゃないですか。そうなんですよね。まあ、いくらスーパースターといってもね、武藤ゴーバー組ね、はい、大丈夫なのかなという気がするんですよ ね、 ですね。相手はね、タッグのスペシャリストですからね。そうなんです、そうなんです。外に出されてしまいました。外に出されてしまいました。さあ、これどうなるんでしょうか。着替えて出てきてくれるのかどうか。武藤も心配そうに見つめている。あ、そしてクロニックの方は、あんまり待たせるんだったら2対1でやろうか。まるでさ、はい、あ、宮本選手と管理上の決戦みたいなもんですよ。そうですね、待たして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 、これ超えていたいんですよ、はい、さあ、あ、さあ、しかし大室から姿を現しました。臨戦態勢に入りました。もったいませんなと思います。本当ですね、この表情を見れば、いや、待ってましたと、こちらもね、スタート、スーパーターンの違いだね。なるほど、また来てくれました、うん、そう思わせる男です。ショーリング、ビルボルドバーグ、この音楽がいいね。いいですね。ロケに来た取材班、その2日後に姿を消しました。しかし、どこで何をしてたかは分かりませんが、当日にしっかりと東京ドームに間に合わせてきました。この人はね、ライブ感覚に信じてるよ。なるほど、金田さん、しかしやっぱりワクワクしますね、はい、ワクワクしますね、待たされる小次郎がちょっと多すぎますけどね。なるほどね、しかし武藤圭司とのタッグですからね、どうなりますか。ただ、あ、そしていつものように、いつものように2人の中へ、この日を浴びます。一番おいしいところを取るな。本当ですね、言うじゃないな、この男。今心もスタートしました。ビルボールドバーグ、さあ、ビルボールドバーグ、本当にこれからファンタジーが始まる、そういった予感を抱かせてくれます。3度目の来日、さあ、まだまだゴールドバーグの本物を見てないというファンもいます。
今日この東京ドームで真の姿を見せてくれるでしょうか。さあこれで日米の夢のタッグが揃いました。ゴールドバーグと武藤敬司です。これ史上最大の入場シーンだね。本当ですね。見たことないよ、いやこのクロニックも待たされました。さあゴンが鳴りました。60分一本勝負、ブライアン・アダムス、ブライアン・クラーク。まずは武藤が行きます。盛り上がって、そして一瞬静まり返って左腕を取った武藤。前回はグレート・ムタでの登場でしたが、ターザンさん、武藤敬司としてはどういうものを見せてくれるんでしょうかね。瞬発力ですよ。瞬発力、切れ味のいいね。なるほど。ファンタジーファイトの真髄を見せつける、そう話していた武藤敬司。ゆっくりとお互い右に回り込みました。さあ捕まえてきます。さあ捕まえた。ここは武藤をこらえます。昨年ねこのクラークにね敗れてるんですよ。そうなんですよね。そしてあの世界タッグのベルトを取られてるんですよね、はいはい、あのメルトダウンっていうね、うん、あのちょっと変わったねオリジナル技があるんですけども、はいはい、そしてあの戦わずしてベルトを返上された形なんですよ ね、 あそうですね。非常に屈辱ですよね。本当ですね、しかもその理由がね、はい、あのブライアン・アダムスが俳優に転向したいということで、うん、ちょっとリングを離れたんですよ。そうなんですか、そこでベルト返上というね。なるほどね。何かね武藤選手にしたら馬鹿にされたような気持ちでしょうね。本当ですね、あの段階で無冠になったんですもんね武藤は ね、 そうですね。何もベルトを持てないという状態になった武藤、因縁の相手です。一度勝ったことがあります。しかし一度負けたことがあります。これ武藤ペースみたいですよ。そうですね、一緒にゆっくりゆっくりさ。なるほどなるほどね。ゆっくりゆっくりと、武藤が捕まえました。ブライアン・クラーク38歳、未完の大陸弾道弾と言われています。こうやってね観客をじわーっとリングに向かわすんですね。なるほど。その辺の武藤のうまさ、メリハリのある戦いぶりです。バックドロップ持ってきましたブライアン・クラーク。さあゴールドバーグは今来たばかりですので、ちょっとやっぱり武藤が時間を上げたんですかね。よしいいかゴールドバーグ早いな、そろそろいいか、そんな感じですが、ターザンさんちょっと早いですか。そしてブライアン・アダムスが入ってきます。200センチあります。でかいね、歌手のブライアン・アダムスではありません。文才戦士ブライアン・アダムス、ゴールドバーグ、ここはアダムスが行きます。しかし一撃です。デビュー以来174連勝というビル・ゴールドバーグ。あのね全くのサラブレードというかね、ええ、大リーガーなんですよ、うん、本物のね、本物のね、うん、ええ、いやしかしこの2人立ってるだけで雰囲気があります。うまくゴールドバーグを、さあお客さんにアピールしますが、どうなんでしょうかね金田さん、このクロニックね、はい、実力は確かにあるんですけれどもね、はい、お客さんにどうでしょうか。これはおっとボディリフト、すごいな、133キロ上げました。いきなりですよ。いやしかも何もないのあったもんじゃないですよね。そしてウォーミングアップもなしというゴールドバーグ、さっきまで電車に乗っていました。ラリアット、ラリアットでリング外へ。
ただこのねアダムスもリフトアップスラムとかね、あの力技が得意なんですよね。なるほど。非常にね変わった経歴の選手ですね、アダムスはね。軍人さんだったんですね。あ、そうですか。日本にいたわけですよ。そして除隊して空軍でしたね。そうですね、新日本プロレスの合宿所に入って、武藤選手と同じ釜の飯を食ってたんですね。なるほど。確かあのウルティマドラゴンが練習生の時に一緒に同期の練習生でいたというのは、非常に変わった選手なんですよ。なるほど。じゃあ本当に手の内がお互い分かってるかもしれないですね。分かってますね。お互いね若い頃知ってますから、橋本選手なんかみんな知ってますよ。あ、そうなんですか。厚木自身厚木厚木。さあ武藤が今劣勢に立っています。5分が経過しました。レフリーは戻れと言っていますが、武藤が手に膝をつきます。手に膝に、さあ立ち上がる武藤、立ち上がる、そして柵に投げつけました。アダムスはここに出世したよね。そういう感じですか、やっぱり。しかし世界最強タッグ、王者のベルトも巻いたことがあります。ここはゴールドバーグが バケツがあります。サタヤのバケツでしょうか。あ、そしてその下で叩きつけました。やっぱりお客さんもゴールドバーグのところに来ますね。場外戦はあまり得意じゃないですね。前回もねリックスタイナー相手に、ね、ちょっと場外で苦戦しましたよね。そういう意味ではやはりリングの中に入れたいんですが、ここもやっぱりゴールドバーグが、これはハンマーですね。狂気を使いました。ちょっとペース乱されたね。これかなりペース乱されましたんで戻さなきゃいけないですね。どう戻していくんでしょうか。巻き返しなるか。武藤ゴールドバーグ組ロープに走る。これは空を切る。そして突っ込んでいった。さあ体勢入れ替わるか、勢いが変わるかどうか。武藤が右手を出します。立ちた、素早くいった、叩きつけた、思い切ってきました。エルボードロップ、さあ昇格だ。さあ行くか、しかしここはカバーに入ります。この切れ味ですね。そうですよ、瞬発力ですね。ゴールドカード不向きだな。あ、そうですか。シュープレイヤーだな。あー、この不向きをあえて武藤選手はやらせたかったんでしょうね、多分ね。なるほど、ここでゴールドバーグの新しい一面を見せてあげたいという気持ちなんでしょうか ね新しい可能性をね、今のところどうですか、山本さん。ちょっともたもたしてますか、やっぱり。もたもたして良さが出ないね。あ、もたもたしてますか。宝の巻き伝えだ、これ。やっぱシングルプレイヤーだとあのじれちゃうんでしょうね、コーナーでね。なるほどね。その辺のもたもた感を解消できるかどうか。しかしここは武藤、かっこいいんだけどね、ゴールドバーグ。ニュートラルコーナー。そうしますとやはりこの武藤が自分自身で局面を開いていかなければいけません。投げつけるホールです。カウントは1つ半。武藤の2人分の背負っていかにさ、カスを乱すかですよね。なるほど、当ててきます。ゴールドバーグ、この視線です。なかなか自分たちのリズムに来ないなという、そんな表情です。武藤は言っていました、相棒に70から 80% 任せて俺が決めるのが必勝パターン。しかし今回は俺が 80% ぐらい働かなきゃいけないなというふうに言っていた武藤。ダリーズと両方とも弱まったみたいな。そうですよね、今日は働きどころが多い武藤刑事。それからした、そして行く。
さあここでゴールドバーン、よし勢いしますよ、ないよ、ここはタックル、軽々と持ち上げて嬉しげに持ってくるか、右の腕を掴んだ、少し戦い方を変えてますか、ターダンさん、どうなんですかね、もともと練習好きな選手ですよね、あ、なるほど、腕攻めはあんまり実戦では出さないんですよ、なるほどね、珍しいですよ、ある意味ゴールドバーグ選手は格闘技オタクみたいなところもあるんですよね、ははは、なるほど、いろんな格闘技のテクニックを、ね、こう練習して吸収しているところもありますよね、逆に決めてきます、意外な展開だね、意外な展開、ターザンさんを押しても意外な展開というこの試合、さあクラーク、ロープに手が届きました、ロープに手が届いたブライアン・クラーク、頭いいからね、相手の弱点を見抜いたんですよ、なるほど、そこに合うと思って、頭いいですよ、クレバーだよ、なるほど、さあ10分があっという間に経過しております、60分一本勝負、仁王立ちから左足で、そして右腕でパンチを繰り出しました、お互い真っ赤に染まっています、その腹は真っ赤です、また腕を取った、ほら同じだったでしょ、なるほど、相手の弱点読んだ ね頭がいいですね、やっぱりね、この試合の中で相手の弱点を探していく、戦法を変えるというね、やはりこれも練習してるからできる技なわけですよね、読みが深いんですね、読みが深い、どっちが持ち上げる、ひねってきました、ネックブリカーの小島を一度仕留めた技ですよね、あ、なるほど、もう一つ一つが必殺技になってしまうんですよ ね、なるほどね、なるほど、そして武藤の方も一つ一つが必殺技というものを持っている、さあひねってきた、ドラゴンスクリューから足4の字に行く、4の字固めに行きます、これどうですかね、入ってますかね、あ、しかしフォローがありました、ここは救済されました、まあね、ターザンさんがね、五感働かせて今日は見るって言いますね、武藤刑事は本当に五感働かせてますね、もう試合相手を見ながら、パートナーのゴールドバグを見て、お客さんの反応を見て、なるほど、時には放送席、放送席じゃないですね、ここはね、ファンタジーブースですね、ちらっと見ますよね、なるほど、表情をちゃちゃっと見てますよね、それ見てんの、そうですね、さっきは橋本慎也にもね、一言言われてね、そんな中武藤刑事何巻働かせているんでしょうか、5巻どころじゃない6巻7巻、さあ武藤五感の感じなのね、指先に神経を目に神経を集中させるんだよね、あ、指先と目ですか、なるほど、じゃあ私どももそこを集中して見ていきたいと思います、ここもロープです、さあ思わず、ああ、しかしこれ立ち上がれませんね、4の字を決められて立ち上がれません、さあここ武藤チャンスと見るか、チャンスと見るか、いくか、しかし捕まえられた、捕まえられた、あー叩きつけられた、荒っぽいですね、荒っぽいですね、スーパースターも、さあタッチします、さあここは武藤、しかしよく見ています、またまだ出ないね、出ないですね、シャイニングミラーまだ出ません、さあゴールドバーグ、こちらもまだまだ必殺は見せておりません、パンチを2発、エルボー、さあ2人をいっぺんに料理しようというビル・ゴールドバーグ、膝を見せました、何かを伺ってますかね、しかし捕まえられた、ラリアット、2
人ともクロニック得意にしていますラリアット。そしてこの2人は2人が協力し合うと強い。これ危ないですよ。ダブルのチョークスラムですね。叩きつけられた。さあカウント入る2。カウント2です。さあゴールドバーグも苦しくなって、おっと、うん、場外戦だ。場外戦もやっている。武藤の腰に思いっきり叩きつけられた。そしてレフリーも吹っ飛んだ。レフリーはものすごい形で吹っ飛びましたよ今。ちょっと意外なほどピンチですよ。そうですね、うわこれレフリーもかなりダメージがあります。これ予想じゃなかったね。そして長机をリングの中に入れました。これでゴールドバーグを仕留めようというのが、かなりこれは日米のスーパースターコンビピンチに立たされました。何やるんだろうか。なんかもう本当に固唾を飲んで見ちゃいますね。次なんだろう、次なんだろう。武藤がトップロープから来ました。珍しいな。そしてリング上にはレフリーがいません。無法試合となりました。ゴールドバーグ、さあ右手を上げた。右手を高々と上げました。さあ何で来るのか。これはジャックハマーに行きたいところだったのか。しかしここはブロックされました。かわしたぞ。おお、突っ込んでいってダブルラリアット。強引ですね。ちょっと無理があったけどね。ラリアットなのかスピアなのか。ああ、なるほど。ちょっと強引でしたね。半分半分といったような感じでしたね。ちょっと押されてますね。そうですね。今のところスーパースターコンビがちょっとチームとしてあまり機能してないですよね。そうですね。やはりこの辺を武藤もね、やっぱり心配してたところですよね。なかなか連絡が取れない。わあ、そしてシャイニングウィザード、ここで来ました。ものを見えた今。綺麗に入りました。頭刈りましたね。すっごいバネが効いてる。これは来ました。さあそして長机が今斜めに立っている状態ですが、あれ使いませんね。鏡のように立っています。スピア、あー、そしてここで来た。ここでゴールドバーグが利用しました。一発逆転だよ。いやー、これで変わるか。ダブルの勝利。そして武藤が飛んだ。武藤が飛んだ。勝負でもだね。勝負飛びましたね。この辺はやっぱり百戦錬磨、連勝を続けるゴールドバーグ、そして武藤、この辺の勝負どころを知っているか。さあ下なめずりからどうか。ジャックハマーが出るのか。ひねりでした。そしてカウント3だ。やはり最後はゴールドバーグ。しかし今の目なく桜吹きジャックハマーが決まりました。電車でやってきて、そのまま東京ドームの上に上がったゴールドバーグ。そして武藤とのコンビ全く打ち合わせがなかった。しかしこの強さです。最後はまるでシングルマッチの勝利みたいな。本当ですね。やっぱり最後はシングルで出ちゃってるんですね。100万の勝利は言えないですね。高田さんどうですか、その辺は。いやー、今の話は、ね、山本さんに同意しますよ。そうですか。本当にそれぞれシングルマッチでやっていたという感じですよ。この2人はね、もしかしたら仲良く余裕並び立たずなのかもしれませんよね。対決運命にあるかもしれませんね。タッグで強いクロニックを、個人で強いゴールドバーグ武藤、個人戦の勝利ということになったようです。